ストならどこでもいいよ。何やってるの？あ、アイズ。気になる？実はね、これ秘密の特訓なんだ。気になる。じゃあ、アイズもやってみる？一緒にさ。え、でも、いいの？秘密の特訓なのに。うん、アイズならいいんだ。戦友なんだから、秘密だって共有だよ。ありがとう。それじゃあ始めるよ。まずは脇の下に手を当てて。こう？そうそう。で、この手でグッと筋肉を前に突き出すように押し出す。って言うからもっと厳しいものかと思って。もしかして簡単だから効果が上がらないのかな。もっと効果が上がる体操があるなら厳しくてもそっちをやりたいよ。え、体操？前にロキに教えてもらったんだ。あ、そういえば前にロキと一緒にやってたね。あ、そうじゃん。アイズは知ってたんじゃん、この特訓。うん、忘れてた。これがモテるものの余裕か。いいな。努力してて偉いね。え、おっぱい体操が？どんなことでも真剣に取り組めるのはいいことだと思う。
いだよ。え、おかしかった？ううん、しかもそうだよね。どんなことだって真面目にやってこそ結果がついてくるものだよね。頑張ってね、ティオナ。うん！アイツとならどこでもいいよ。前から気になってたことがあるんだけど、聞いてもいい？何？アイズってさ、技の名前を叫んでから攻撃してるよね。ディルルファーガーって。叫んではいないと思うけど。まあ叫んではないけどさ、これってなんでなのかなって。昔ロキに教えてもらった。必殺技の名前を唱えれば威力が上がるんだって。へえ、そんなこと言ってたんだ。でもそれって本当なのかな。叫ぶだけで威力が上がるなら他のみんなだってやってそうだけどな。合図としてはどう？威力上がってる気がする？わからない。いつも言ってるから言わない時の威力を知らなくて。そうか、だよね。モンスター相手にしてる時は手を抜けないもんね。必殺技の名前か。ちょっとうさんくさいけど、やらないよりはやってみる方がいいか。真相に進んでいけばいくほどモンスターだって強くなるもんね。うん、できることは何でもやっておいた方がいいと思う。ねえアイズ、私の必殺技どんな名前がいいと思う？ウルマ攻撃とか。もっとかっこいいのがいいな。でも短くて単純な方がどんな時でも言えるように。それにティオナといえばウルマだから、武器と合体しているみたいに攻撃していつもすごいと思う。そう？アイズがそう言うならウルマの名前を取り入れようかな。大変だよ、アイズ！何？どうしたの？私、そもそも必殺技がなかった！そういえば、そうだね。じゃあ、この際、必殺技から考えてみようかな。これから暇？必殺技を編み出すのを手伝ってくれないかな。うん、いいよ。ありがとう。じゃあダンジョンに行ってみよっか。ここで暴れたらリベリアに怒られちゃうし。わかった。そう簡単にはできないものだね。私魔法は使えないから、アイズみたいにエンチャントで強化ってのもできないしさ。でもティオナの場合、ウルマの一撃が
必殺技くらいの威力があると思う。へへ、そのためのオーダーメイドだからね。もうウルガ以外だとしっくり来なくて。あ、だったら私にとってウルガそのものが必殺技ってこと？そっか、そうだよね。だったら私はこれからもいつも通りにウルガと一緒に戦っていけばいいんだ。ティオナにとってウルガは相棒みたいなもの。うん。今日はありがとね、アイズ。なんだかとっても大切なことを教えてもらった気がするよ。いいよ。どこに行くの？なあアイズ、ちょっといい？どうしたの？ダンジョンにならいつでも付き合う。そうじゃないわ、本当にアイズは。って今はそれは置いておいて、それよりもちょっと聞きたいことがあるの。聞きたいこと？私に？ええ、と言ってもアイズのことじゃなくてティオナのことなんだけどね。ティオナ？何かあったの？あったわけじゃなくて引っかかっていることがあるの。私の気のせいかもしれないんだけど、最近ティオナが付き合い悪い気がして。あの子どこかに行くときって一緒に行こうって声をかけてくるでしょ。最近それが全然ないのよ。アイズはどう？言われてみればそうかも。レフィーヤも最近は声をかけられてないって言ってたのよね。たまたまそういう気分なのかも。ティオナにも一人でゆっくりしたい時だってあると思う。そうかしら。あのバカが一人で行動するのってあまり想像できないわ。それにね、こっちから誘っても断ることがあるの。しかも理由をはっきり言わない。あの素直でバカなティオナが変にごまかすなんて絶対に何かあると思うのよ。確かに。私もさりげなく探りを入れてみるけど、アイズも機会があったらそれとなく聞いてみてくれない？私ではダメでもアイズならあの子も話すかもしれない。そうなの？実の姉妹の方が。姉妹だからこそ難しいところもあるのよ。でもアイズはあの子の親友でしょ。親友？別に無理をさせるつもりはないけど、頼りにしてるわよアイズ。してたから。私？何か用？
合図？あのティオナ、最近買い物に誘ったりしてくれないなって思って。そんなに忙しいの？え、その、ちょっとね。忙しいような忙しくないような。どっちなの？忙しいんだよ。今日もこれからやることがあってさ。やることって？手伝おうか？ううん、大丈夫。私一人で問題ないから。でも気持ちは嬉しいよ。もし一人じゃまずいってことになったらすぐに相談するから。それじゃあね。あ、ティオナ。ならどこでもいいよ。うん、誰もいないね。じゃあ行きますか。どうしたの？まだちょっとお尻が痛い。大丈夫？何か薬もらってこようか。ううん、そこまでしなくていいよ。書庫のはしごから落ちてお尻を打ったなんて理由でファミリアの道具を使うのはさすがに気が引けるし。ティオナが足を踏み外すなんて珍しいね。本をたくさん持ってたから欲張っちゃダメだね。私すっかり本に埋もれちゃってたし、たまたま通りかかった合図が助けてくれなかったらどうなってたか。ありがとう。アイズは命の恩人だね。ごめん、ティオナ。実は私、通りかかったわけじゃない。え、どういうこと？そっか、私みんなを心配させちゃってたんだね。うん、後をつけたりしてごめん。
う？合図が謝ることないよ。私がコソコソしてたのが原因なんだから。しかも別にコソコソするほどのことでもないっていうか、実はね、私最近よく本を読んでるんだ。小さい頃に読んだ童話を読み返してるの。アルゴノート君を見て懐かしくなって。でもさ、題名を思い出せない本があって、表紙はうっすら覚えてるんだけど。でね、その本がすごく読みたくて、どうしても見つけたくて書庫にこもって探してたんだよ。こそこそしてたのは、なんとかして自分の力で見つけ出したかったからなんだ。そうだったんだ。まだ見つからないんだね。まあ、そもそも書庫にあるって決まってるわけじゃないしね。でも、あれだけの本があるから可能性はあるでしょ。だから、片っ端から確認してるの。二人の方が見つけられるよ。そうかな。表紙しか覚えてないから、結局私にしかわからないし。それでも、童話とそれ以外の本に仕分けたりはできる。あ、そっか。そこまで考えてなかったよ。合図頭いい。使っちゃったし、こそこそしてティオネをますます心配させたくないし。アイズ、お手伝いお願いしていい？もちろん、頑張るね。どこに行くの？はーい、なかったー。なかったね、ティオナが探してる本。書庫調べ尽くしたよね。隅々まで全部調べたと思う。もう一生分の本を見た気がするのに。あの書庫、たくさん収められていると思ったけど、こんなにあるとは思わなかった。使い終わったグリモアまで棚に突っ込まれてたし、もう使えないんだから置いとかないで片付けた方がいいんじゃないかな。そうだね、今度リベリアに相談してみようか。ティオナ？困ったな。この書庫にないとなると、どこを探したらいいのかな。もう一度書庫を探してみる？それは多分意味がないと思う。私とアイズ二人でしっかりし。そうだね。あ、そうだ、書庫の本ってロキが集めたものも置かれてるんだよね。だったらロキに本をどこで手に入れたのか聞いてみない？気がいたね。早速聞きに行ってみよう。ロキー、こんなとこにいたんだ。探しちゃったよ。お、なんや、どうした？うちになんか用か？あの、聞きたいことがあって。ほほん、うちの知恵は高くつくで。
お題は会津さんの成長ぶりを確認するとか。真面目に聞いて。あ、はい、すみません。あのさ、チョコの本ってロキが集めたものもあるんだよね。どこで買ってきたの？どこって、まあいろいろやけど、この町やったら市場やな。古書を扱う店がたまに出とるで。市場？あそこ本もあるんだ。行ってみよう、ティオナ。出るって話だったから今日はいないのかも。あ、ティオナ、そこのお店。うわー、本だ本だ。やった、やっと見つけた。探してみよう。これは違う、これも違う、これも違うな。ティオナ、こっちにも童話があった。どう？あ、うわあ！どうしたの？あったー！これだよ、アイズ！私が探してた本！え、本当？うん、これだこれ、絶対にそう。ありがとうアイズ。ううん、私は何も。よかった、見つかって。うわ、懐かしいな。なんだか表紙についてる傷すら見覚えがあるように感じてくるよ。そんなわけないのにね。どうだろう、これは古書だし、もしかしたらティオナが昔読んだものなのかもしれない。巡り巡ってまた私と出会ってくれたのかもしれないか。だとしたらすごくロマンがあるねますます嬉しくなってきた。じゃあ私この本買ってくる。ちょっと待っててね、アイズ。お出かけ、お出かけ。飲み物準備よし、お菓子準備よし。うん、万全だね。さあアイズ、じっくり時間をかけて読もう。ティオナの思い出の本なのに、私が一緒に読んでもいいの？じっくり一人で読んだ方がいいんじゃ。いいのいいの、私これアイズにも読んでほしいんだ。あ、そうだ、なんなら私が読み聞かせてあげようか。普通に読めばいいと思う。そうだね、小さな子じゃないしね。それじゃあ表紙開くよ。昔々のお話です。美しい森の中の小さな村に二人の女の子が住んでいました。二人はある日、森の中から聞こえる可愛らしい鳥の鳴き声に気がつきます。どんな鳥なんだろう。二人は
声の持ち主に会うために森の中へ行ってみることにしました。こうして二人は無事に村まで戻ってきたので、それからの二人はとても仲良し、いつも一緒にいる一番の親友になったのでした。めでたしめでたし。はあ、いいお話だね。うん、すごくいい話。ハラハラドキドキもあって、ジーンとするシーンもあって、ワクワクするシーンもあって、なんだかダンジョンに潜ってきたみたいな気分だよ。力を合わせて乗り越えていくっていうのもまさにダンジョン探索だよね。すっごく満足した。一度読みたいって思ったらもういても立ってもいられなくなってたから。見つかってよかったね。私は何の役にも立てなかったけど。え、待ってよアイズ、なんでそんなこと言うの？なんでって本当のことだから。うんうん、違う、それはアイズの思い込みだよ。アイズがいなかったら書庫を探すのだってもっと時間がかかってたはずだよ。私もしかしたらそこで諦めてたかもしれない。それにロキに本の探し方を聞いてみようって提案してくれたのもアイズだよ。あ、この本の二人みたいに私たちもお互いがいたから目標にたどり着けたんだよ。ティオナ、だから役に立ってないとか言わないでよ。うん、ありがとうティオナ。お礼を言うのはこっち。ありがとうアイズ。どういたしまして。ねえアイズ、読んでいて思ったんだけど、この本の女の子たち、なんとなく私とアイズに似てない？うん、私もちょっとそう思った。こっちのすごく元気な子はティオナっぽい。もう一人の子はおしゃべりは苦手だけど、まっすぐで真面目な感じがアイズに似てる。この本は女の子たちが友達になったところで終わっちゃったけどさ、この続きは私たちが綴っていこうね。うん、これからもよろしくねティオナ。こっちこそ、一緒に頑張ろうねアイズ。